今回も自分のことを青子だと思い込んでいるアラフォー会社員です。やばすぎるやつ来たな。青子のプレイ動画見てとても楽しみにしているのですが、地上投げ、空中投げともにジュビシッジャージュビシャーという音がしていて、どこから鳴っているのかなと癖になり何度も見返しています。確かにな。またブローニングスターマインと追撃の掛け声もワンワンと聞こえるのですが、何と言っているのでしょうか。気になってなかなか昼寝ができません。昼寝か。問題なければ教えていただけると幸いです。確かにアラフォー会社員で、魔法使いなのかな。ワンワンワンはね、まあ、これちょっとさすがに、ちょっと、まあ、まだ出てないんでね、あんまり言っちゃうとつまらんと思うので、なんて言ってるかちょっと予想というか、当ててねという感じしますかね。あのね、ただ、投げて、なんかズビシャーって音が鳴るのはね、俺もね、ちょっと、どうかなって思いつつも、ズビシャーにしました。投げのね、音ってどういう音にすればいいんだろうね。斬撃ではないし、打撃でもないから、なんかこう、いい感じの、なんか投げてる感じの音を、新規 SE を作んなきゃいけなかったのかなと思いつつも、ズビシャーって音が鳴るんで、まあちょっと、切り刻んで投げてるということにしてください。あ、チュドーン。なるほどね。魔法使いが放り投げると、チュドーンってなる？確かに確かに。1位である。バカーン !2500。減りすぎだよみたいなやつね。はい。まあ、とりあえず、そうですね。まあ、もしかしたらこの方、青子さんなのかもしれないので、ちょっと、丁重に扱うんですけども、まあ、なんてなってるかとかはぜひ聞いてみてください。まあ、そういうセリフに限らずだけど、やっぱ、キャラのセリフとか掛け合いだけじゃなくて、そのいろんなセリフはね、やっぱ、ナスさんのナス、なんて言えばいいんだろう、ナス節っていうの、ナスのわからんけど、の、あれがすげえ入ってて、キャラのセリフ聞いてるだけでめちゃ楽しいから、これはね、ぜひ、買ってやってみてねって言おうと思ったんだけど、買わんくても青子って手に入るんだよな。何なんだ？まあいいや。はい。という感じです。お便りいただきありがとうございました。